自分をこう磨いていくというか、自分を魅力的にするときに何が必要かって思ったときに、やっぱそのカメラの前に立って、自分をかっこよく見せるっていう結論に至って、ちょうどそのタイミングでメンズノンノのオーディションがあったので、もうこれしかないと思って、オーディションを受けました。自分が今まで想像もしなかった自分を作ってくださる方が周りにいることによって、自分の感性が豊かになった気がしますね。メンズノンノのいいところはファッションもありつつも、カルチャーとか、あとはいろんな国の文化みたいなものもフィーチャーするページが多いので、いろんなこう視点からものを見ることができる素敵な雑誌だと思うので、自分にとってメンズノンノとは全ての始まりですね。初めて受かったオーディションがメンズノンノで、多分メンノンがなかったら今の自分もないし、多分もう昔に辞めてると思うので、だから本当に僕の全てだと思います。すごくかっこいい雑誌なので、メンズノンノで一番活躍できるモデルになりたいって思ってくれる人に入ってほしいなというふうに思ってます。